大阪府第3区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。定数は5。1975年に大阪府第7区を分割した。1975年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。 小選挙区制度導入後、水田市、摂津市は大阪府第7区、豊中市は大阪府第8区、池田市、茨城市、美面市、豊野郡は大阪府第9区、高槻市、三島郡は大阪府第10区となった。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数、130万6886人。投票率 63.、63.00%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、124万6140人。投票率 67.、67.28%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、118万2517人、投票率 66.、66.17%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、113万5860人、投票率 68.、68.20%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行。当日有権者数、107万6653人。投票率 69.、69.81%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数、106万3884人。投票率 61.、61.27%第34回衆議院議員。 総選挙12月5日、執行当日有権者数、102万3513人、投票率 64.、64.47%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、157万9800人、投票率 62.、62.18%第32回衆議院議員。 総選挙12月27日執行当日、有権者数、1。348,936人投票率 57.、57.22%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、102 6,475人、投票率 70.、70.48%、第30回衆議院議員。 総選挙11月21日執行当日、有権者数、71万9179人、投票率 63.、63.30%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、54万5370人、投票率 68.、68.24%第28回衆議院議員。 総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、人投票率。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率。第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数。 人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。